次はフィンランドの選手です。スザンナ・ポイキオ。39番スザンナ・ポイキオさん、フィンランド。4年連続5回目の世界選手権です。25歳の選手。このポイキオもですね、ジュニア時代からね、やっぱりスケートの滑りの良さっていうのは評価されてる選手なんですよね、はい、世界ジュニアで2001年の大会で第3位になりました。フィンランドに初めての世界ジュニアのメダルをもたらした選手です。彼女はフィンランドでも地方の方から出てきて、まあ、彼女が出てきた時、フィンランドの関係者の中でもこんな子がいたのかって言って、びっくりされたそうですね。非常に膝の柔らかいね、体の本当にしなやかな使い方をする、もうエッジのクリーンな滑りの選手ですよね。からのトリプルフリップ、ちょっとバランス崩しましたね。フィンランドの25歳スザンナ・ポイキオでした、まあ、滑り全体としてはですね、滑り、それからジャンプ、スピン全体、まあ、非常に平均的な選手なんですよね、はい、ですから特にこれがすごいなっていう印象がちょっと弱いんですよね、はい、まあ、滑りはとても素晴らしい、ですけどエレメンツ一つ一つ取った時にやっぱりもうちょっとなんかその、パンチが欲しい、はい、そういうところがあるんですね。それとプログラム全体も音楽との関係もありますけど、同じような雰囲気なんですよね、ですから山場が一つないっていう感じで、そこら辺がやっぱり全体の5コンポーネンツやなんかも含めて見た時にですね、まあ高い評価は得るけれども、もう他の人よりもっていう感じじゃないんですよね。確かにそうですよね。とてもね、優雅に非常に綺麗に滑ってはいるんです、でも滑りの質っていうのはとてもいい滑りですね。フィンランドは本当にね、出てくる女性選手はみんなね、本当にどうしてこんな綺麗な滑りするのっていうような選手が多いんですよね。そうですね、もうジュニアもそうですしね、
男性はどうなんですか。男性がいないんですよ。いないんですよね、はい、そうですね。それがねなかなかね、難しいとこなんでしょうね、うん、フィンランドのポイキオです。まあ、大きなミスっていうかミスらしいミスはありませんけど ね、 そうでしたね。あのジャンプで、まあ、ちょっとソロジャンプの回転がギリギリかなっていうのはありましたけれどね、でもそのうんとマイナスになるようなものはないですよね、全体全バランスが取れたプログラムで滑った力を出したっていうところだと思いますね。テクニカルエレメンツは 31.51 でした。そして5コンポーネンツは6点台の上の方ですよね。そうですね、全体としてはねもう7点も取れる力のある選手ですよね。ディダクションがありますが、これはタイムバイオレーションね、最後のところでねちょっと終わった後動いてましたよね。そうです、スピンのところですね、あれはねおそらく音楽がギリギリだと思うんですよね。それでそこのところがちょっと出たと思うんです。今もうショートプログラムは1秒でも出ると減点ですか、はい、グループ7まで終了です。ここまでのトップは韓国のユナキムです。この後最終グループです。